お国なまり、それは愛すべき県民の皆さんのアイデンティティの一つ。しかしそんなお国なまりの中でもひときわ群を抜いて理解不能な言葉がある。それはご存知、青森県の津軽弁。これまでの放送でも食べていう長になんかおのなりばばどんもると言ってくれすてくだばいばって。そうですか。我々はこの超難解な津軽弁と格闘しながら早12年目。この1年間だけでも青森ロケを観光したのは計7回。そこで今一度収録テープを見返してみると。動物と出会うことってあります？私食べるもんとってくれ、それは全部私って次で食べるんだもんいいのね。だけど吸わせていっちゃうの。やっぱり我々にはわからない。一体あの時彼らは何を伝えたかったのだろうか。そこでお蔵入りテープ救済企画第3弾。ロケを観光したのは4月上旬にもかかわらず、気温はまさかの氷点下。どんなロケが待ち受けているのか。まずは王林さんのふるさと弘前市でリンゴの剪定をしていたシニアティーチャーに聞いてみた。津軽弁マスターしたいなと思ってきたんですよ、うん、難しいな。難しいですか。津軽弁得意ですか。得意って普通の人みんなこんな県みんな津軽弁、はいはい、津軽弁バンバン言うけど、今喋ってるのは津軽弁ですか。いや半分半分、うん、半分半分、うん、なんでですか。相手に合わせるから。あ、なるほど。ということで先日放送した田舎スペシャルで出会った津軽シニアに最近あったニュースを聞いた時のこちらの発言から。皆さんすごいです。娘は、ええ、朝警察止めで、ええ、昨日と一緒になって、はいはい、ここしつこまいだ。しこまいだ。しこまい。全く理解できず会話不成立。そこでシニアティーチャーにこの VTR を見ていただくと。意味わかりました、うんうん、この辺で言ってたら簡単やけど、え、何を言っていたのか書き起こしていただくと。何て言ってたんですか。娘は検察と目で、はい、県の人と一緒になって今年しこうまいだ。改めて VTR を確認してみると、娘は朝警察と見て昨日と一緒になって、はいはい、ここししこまいだ。しこまいだ。しこまいだ。どういう意味になるんですかね。娘は、はいはいはい、県の職員勤めて、はい、県職員の人と一緒になって、はい、今年しこ生まれましたよって。なるほど。しこします。ひまごひまご、では共通語のテロップでもう一度。娘は朝警察勤めて、ええ、昨日と一緒になって、はいはい、ここししこまいだ。しこまいだ。しこまいだ。続いてこちらも田舎スペシャルで出会った津軽お母さんに春の過ごし方について聞いた時の発言から。春になったら何するんですか。あの時もな、肌で調査されれ、なんぼかな。肌は死んでいらいにはねよ。あ、死んでいればいらいにはねよ。あなたのがやるきゃ。生返事をしてしまった。そこで、こちらのキュートなヤングママティーチャーズにこの VTR を見ていただくと。もうバッチリよ、もうバッチリ。バッチリですか。めっちゃ簡単。何と言っていたのか書き起こしていただくと。これ何て言ってたんですか。何て言うの。肌が緊張してるの。僕が肌は遊んでないね、ハンディよ。遊んでればいらいね、ハンディよ。何やるきゃ。何ですか、これ。改めて確認してみると、あの時もな、肌で調査されれ、なんぼかな。肌は死んでいらいにはねよ。あ、死んでいればいらいにはねよ。あなたのがやるきゃ。どういう意味なんですかね。何って言われても、おたけいじったり少しね、ただ遊んでいられないからね。何かしらやらなきゃね。なるほど。すごい入門編だよね、これね。入門編。おたけ調したりなんぼかなとか、もうこれなんぼかな。ね、続いて黒石つゆ焼きそばのロケで
味の魅力を聞いた際のこちらの発言。こんなところが美味しいみたいなのってあります？あ、それよ、はい、普通の焼きそばだばよ、はい、すねた感じすねな、すね、しね、すね、しね、すね味、すね味、すね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 、何味ですか？オウム返しが精一杯、小雪がちらつく中であった可愛らしい新中学生ティーチャーズに見てもらうと、なんとなく、なんとなくわかります、はい、これなんて言ってたんですかね。死ねた感じするねな、死ね、死ね、死ねやね、死ね。え、改めて確認してみると、普通の焼きそばだばよ、はい、死ねた感じするねな、死ねた感じ、死ね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 やね、死ね味、死ね、死ね、すねっていうのは、あのお肉とか食べて噛み切りにくいとかっていう意味だから、これすね、なんぼすねばっていう感じで使います。なるほど。すを発音したんだけども、最後らへんに胃を入れてねみたいな、すね、すね。なんでこんな詳しいの？親、お母さんとか、おじいちゃんとか、おばあちゃんとか、身近にいる人が使うからです。青森県民の皆さん、これからも津軽弁を守り続けてください。いやー楽しい。